スタートしました。スワンキーポーチ、コースタートを切りました。デベロッペが並んでかわしに行きます。その後3番テラソイ、コズル、あるいは内をついて2番のローズカットダイヤも上がっていきました。さらにその直後でありますが、内をついてミゼリコルデ、さらにはその外を回りましてディーズテンダー、今単独4番手から5番手に向かって上がっていきます。ローズカットダイヤも先段の争いに加わっておりまして向こう上面に達しました。その後中段ですが、内をついてエールドクラージュ、さらにはその外にピタッと並んでまいりました、外から上がっていきました。さらにはその後方にスイートカルタゴ、第3コーナーのカーブに接近します。内をついてエフティマイヤーは中段の内であります。その後はやや縦長ばらけた展開となりまして、さあスタートしてからの半マイルの通過46秒台で通過しています。中段の後方になりますがコスモランゲル、そして西野ガーランド、あと遅れてマルターズオリジン、縦一列、そしてタイキティファニー、そのうちマロンティアラ、あと遅れまして後方2番手の位置、外をついたトミノプラネット、わずかに遅れて最後方はサンライトポリニア、早くも4コーナー手前、単独先頭に立ったデベロッペでありますが1馬身半のリード、コズル2番手か、そのうちにスワンキーポーチ400を切りました。あとは外を回りましてエールドクラージュ上がってくる、第4コーナーカーブから直線に向いております。さあデベロッペがここで突き放したか、4馬身リード、2番手内でスワンキーポーチをしている。しかし一線に広がったマルターズオリジンがいい勢いで上がってくる、200を切って坂を上がってくるが、逃げ込み態勢入ったデベロッペ、リードは4馬身、スワンキーポーチか、大外をついたマルターズオリジン、2番手争いになった。先頭は堂々逃げ切ったデベロッペで合流。